竹細工。喫茶店とかよくあった。あ、そうなんですか。うん。実は、というのが、はいはい、有名だということで。おお。すごいなんかブルーシーな。さあ今回も再びこちらサンレモンさんにねやってまいりました。ご紹介したいものが今回あるんですよね。はい、皆さん始まりました。今回もねやってまいりました。今日はねあの倉敷市小島に来てますね。この小島前回も、まあ、来たんですけども、このサンレモンさんっていうところにね、以前はトルコランチというねランチタイムに行かせてもらったんですけども、実はあのメロンソーダかな、なんかそういうのが有名だということで、ちょっと今日はリベンジ、ちょっとスパン的にすごい早いですそうですね、ちょっと行ってみましょうか、ね、行きましょう、はい、このねあのガラスから水が流れてるんですよね、うん、まあ、昔結構ね喫茶店とかこういうのあったんですけども、今となってはということで、はい、じゃあ早速入ります。お店の中はこんな感じになってます。すっごくおしゃれですね。クマさんがねこうやって後ろにある中で、ね、ちょっと座りましょうか。あのちょっと前回ねあの、まあ、メニューを紹介したんで、まあ、詳しいメニューはねその前回の動画見てくれたらいいかなと。フルーツクリームソーダ、ちょっと今日こっちにしましょう。ここでちょっとお店の様子を見てみましょうかね。一体何があるのかな。竹ですか。竹細工。これもなんか昔の喫茶店とかよくあった。そうなんです。うん。はい。これは最近のこのフリカンダじゃないですか。あのロケでね。見た、そういう、はい、いう感じでございます。あの小島の風景だね。で下津井 のホテルじゃない、下田か、下田分からんけどそういう雰囲気が。危ない、うん、危ない。こんな感じかな、おそらくここだと思います。下津井っていうか小島に今もあるやつかな。あると思います。うん、なんか見たことある小島の。よく見たら。そう、ケツパタンジがね。はい。でそのね、いろいろなんか見どころがある。ね、ちょっと落ち着いた密談。まあ、喫茶店でみたいな。なんかドラマで見たことあるんですけど、まあ、ちょっと女の子と待ち合わせして駅でどこに行こう、喫茶に行こう、でもこんな感じの喫茶でコーヒーとあのパフェを食べながらデートするのがなんかドラマであるんですけど、そんな感じですよね。うん、いやーすげえ。まあ多分そうだろうね。まあ分からんけど、まあこれでもなんか、あ、そうだね、多分
こういうね、ホテルとか。そうですね。あと、まあ、どっちがあるかわからないけど、なんかレインボーってみたいなね。中に流れてるんじゃなくて、ただ外に流れてる。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。すごいですね、これなんかいろいろ入ってますね。すごいですね、キュウリが。だからフルーツすごいな。もう氷がね、シャリシャリしてて、お、すごいなんかフルーティーな優しい味ですね。うん、あ、これはやばいですね。うん、美味しいです、これコンビネーション。うん、美味しい。美味しいですね、なんか違う。なかなかなんか僕なんかそのめちゃめちゃ美味しいですよね。なんかあのこういうのってドリンクバーでしか飲んだことないんですけど、その日本ソーダが全然美味しいです。そうやな、わかるわ、それは。なんか違うんすよ、なんか、ね、違う本当美味しいっす、うん、これ。だからこのフルーツと、はい、うまくその、マッチングしてね、これ美味しいっすね、これ、うん、デートとか続いてたら女の子めっちゃ喜ぶっす、これ、うん、なるね、本当美味しいっす、はい、すごいっすね。うん、そうね、最後のフルーツがやっぱ結構味噌だね。はい、意外とペロッとで、うん、そんな話だ。で、僕ちょっとねこれ一つ欲しいなと思って、可愛らしいこのサンレモンのお土産が。はい、あそこまで作ってくれるので、ちなみにすごい可愛らしい、いいですね、はい、キャンプカードがスタンプ10個でお肉が多くプレゼントに、あ、そうなの、期限はございません。はい、ありがとうございます。また来ます。はい、はい、というわけで今日ね、サンレモンさんに行かせてもらいました。クリームソーダということでね、まあ普通のクリームソーダかなと思ったんですけど、まあ全くじゃないですけど、かなりだいぶ違った感じで、中にキウイと、なんか桃かな？とバナナと。バナナとか、リンゴ。オレンジ。オレンジ。いろいろ、あとサクランボ。そうですね。いろいろ入ってましたね。だから、なんだろうな、アイスクリームかな？アイスクリームとメロンを全部食べたとか、完食した後に、また氷と、フルーツがね、まあ、残ってる、それをまた食べるのも一つの、楽しみかなと思います。はい。というわけで、ちょっと長くなりましたけど、話も。まあ、なんかいろいろと、ツッコミどころじゃないですけど、紹介したいとこあるんですけども、まあ、また自分の目でね、行ってみてお確かめください。ありがとうございました。まあ、これもありますので、ぜひ、皆さんゲットしてください。はい。というわけで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。キャバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、
悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。